はい、今私がいるところはですね、ヘイワリー球場のね、入り口付近、まあ入り口でも敷地内ですね。時刻は12時50分。ついね、5分ぐらい前にですね、第一試合が終わりました。あれでしたよ、延長11回まで行ってですね、10回までは3対3だったけど、鹿児島実業がですね、11回に4点入れてですね、勝ちましたっていう感じだったみたいですよ。自分が取りたかったのはですね、この試合が始まる前のね、ワクワクドキドキ感っていうのをあれしたかったんだけど、ちょっとね、あれだった。思ったようにはいかんかった。っていうのがですね、もう私はここに朝早く着いたつもりだったけど、もうその時はですね、あれでしたがよ、生徒さんなんかね、応援団なんか全部ね、あの中に入ってた。ここの球場の中にですね。なんだけど、まあ今から第2試合が始まるんですけどね、そのね、応援の方なんかもね、はね、団体でじゃなくてですね、あれでした、3355っていう感じ、生徒さんは分かりませんよ、そんな感じでした。はい、今、こう続々と帰られるところですね。いい天気ですよ。風もね、そうね、ちょうどいい加減の風ですかね。このカメラにもボコボコということなくですね、こんな感じですね。向こうからこっちに左に行かれるのが、一塁側からのあれですかね、応援団、バスかなんかでやっぱり来られたんでしょうね、こっちね。ああ、そうですね。さっきバーチャル高校野球中ので、見てたんですけども、ですよ、この女の子なんかがこう感極まって、涙ぐんでるという、そういうのなんかもですね、映ってましたから。こっちは鹿実の野球部のお母さんなんかですね。そんなにあれですね、勝敗にこだわった様子はないみたい。ああ、ここにほら、太鼓を持った子供たちなんかが。やっぱ応援団といえば太鼓ですもんね。ブラスバンドの音は聞こえなかった。やっぱりやってたんですね。果実はこの吹奏楽なんかも有名なんじゃないですか。ほら、果実応援団。ここは横を通らないかですね、意見してね。あ、こっち側や。やっぱ本当、あれでしょうかね、あ、チアだ、チア。実はチアも有名なんじゃないですかね。こっちが選手たちですかね。
テレビの多分あれはニュース用のカメラマンクルーだと思います。はい、これからの勝利者インタビューみたいなのをするんですかね。あ、もうあれだ、選手なんかももうこっちに出てきてますね。先輩たちなんだろうか。あ、セミが鳴いてますね。あ、カメラクルーがホワイトバランスかなんか撮ってるんですかね。秋茜とセミの声。あれ、生徒さんはいらっしゃいませんね。あのね、上空多達でトンビがいるんですよ。で、まあ、セミの声と、なんか、夏っていう感じですね。はい、ここからほら、こういう形で桜島が見えますがよ。今、監督さんの、あ、テレビ局一局一局ずつがあれですね、別々に監督さんのインタビューするんですね。そういうことか。まあ今日のあれはあれですね、勝負ごとうんぬんというあれじゃなくて、準決勝の第1試合だけじゃなくて、まあこの辺りの風景を、見ていただければという形でしましょうかね。でないとね、まとまりがつかない、まとまりがつかないな。私がその、先週とか監督にどげんでしたかって聞くわけにいかないしね。ただこれからですね、あの第2試合が始まります。大島と国分中央ですね。またどういう試合になるか楽しみですね。はい、ということでこの動画はここでお開きになります。ありがとうございました。